さあ今回の例題を通してまずはですね運動の調べ方を最も典型的な問題で確認をすることにしますそれでは、えー、問題の状況を確認します、えー、今ここにですね2つのバス停がありますそして1台のバスがですねまずバス停1に停車をしました、えー、ここをですね座標の原点としますそしてこれからこのバスが動く距離を x とする すなわちそれは、えー、バスの位置と言ってもいいですね。で、えー、もちろんね、この出発時刻をですね、時刻0に設定すると。さあそして、えー、最初ですね、バスは加速してスピードを増していくんだそうです。そのグラフが問題に与えられていますね。いいかな。で、問題の条件に、加速度が一定の A 値であると与えられています。さあ、ここでちょっと考えるとですね、えー、この問題、まあ、 若干文字がね、与えられすぎているという感じがしますよね。なぜかというと、えー、実はこのバスの加速度はですね、えー、t1 分の v0 とも与えられることになります。すなわちですね、えー、加速度を h として回答を作り込むこともできれば、加速度を t1 分の v0 として作り込むこともできてしまう。すなわち、えー、複数の回答がこれは考えられるということになってくるので、えー、若干ですね、その点に注意しなければいけない。 で、難関大の問題はですね結構作る人のセンスがあったりとかあるいはチェックがかなり徹底されているということで、まあ、こういった問題が起こりにくいと考えられますしかし中堅大学の問題にはですね作り込みの甘い問題がたくさんあるのでこのような現象がよく起こりますただしこの問題はですね、えー、使っていい文字の指定がありますからそれほど迷うことはないかなと思いますさあ次の時間帯 今度は、等速で動くと言ってますね。一定のスピード V0 を保つと言っています。従って条件はですね、速度が V0 であるということになりますね。で、この、えー、時刻 T2 からですね、今度はバスが減速してバス停に止まると言っています。で、この間のですね、加速度も与えられてますね。A2 なんだそうです。これもちょっと文字的には与えすぎですよね。えー、実は加速度。 はこのグラフの傾きですから t2 と t3 と v0 でも表せるものになりますけれども時としてそれを a2 として答えを作るんだそうですいいかなそれでは最初の時間帯の温度を調べてみることにしましょう0から t1 までですねこの間は加速度が a1 と与えられていますねはい a 一は定数ですそしてこの加速度をですね時間で積分をすることで速度 さらにはその速度を積分することで位置が得られますよね。今回位置と時間の関係を知りたいと言っていますから、時間で2回積分をして求めてください。まずは1回時間で積分すると速度が得られます。ですかこちらでは t で積分することでこのドットが1個取れるという現象が起こります。そしてこの定数 a1 をですね、君たちの数学の力で t で積分をしてほしいんですね。そうすると HT 積分定数 C となりますねこれから僕の授業ではこの積分定数をよくコンスタントと書く場合もあります。ちょっと覚えておいてください。はい。さあそしてよくね、数学でこのコンスタントはいくらとこう決めて答えを作りますよね。それは物理も一緒です。ただしいちいちですね、このコンスタントと答案用紙に書いて、その次の行にコンスタントはいくら。で、結果 x ドットはいくらと。 書くとちょっとね、答案が長くなったり、あるいはめんどくさいですね。そこで提案としてですね、このコンスタントを決めながら計算を進めてほしいんです。その時、確認をしてほしいのは、初期条件と呼ばれるものです。今、時刻0の速度は知ってるわけですね。0と。従って t が0の時に、この値が0にならなければいけない。そのような積分定数 C に決めてほしいんです。 ということは0ですね。0、はいえー、の場合にはもう書かないことにしますね。これが時刻 t の x ドット、速度ということになります。さらに、速度から1を知りたければ、もう一回時間で積分をします。はい。さあ、またここで積分定数 C が出てきましたね。これもいちいち書いてると大変ですから、決めながら計算を進めます。えー、今回、初期条件は、時刻0の時に、この x、 これはバス停1からバスまでの距離ですから時刻0ではまだ0なわけですね。t に0を入れたときにこの式が0になるような積分定数 C を決めてください。0ですね。も、は、し、い、ですよ例えば時刻0の速度が V0 で時刻0の x が h という場合にはこの積分定数 C は V0 あるいはこちらの積分定数 C は h ということになるんですね。 まあ、簡単に言うとですね時刻0の初期条件が与えられていれば、えー、ここにはですね初速や初期位置を書けばよいということにもなります続いて、えー、t1 から t の時間帯について調べることにしよう、まあ、ここでちょっとチェックしてほしいのはですね初期条件なんです、えー、時刻 t1 の速度は v0 とグラフに与えられてますねあとは時刻 t1 の 1x これも知っておく必要があります。もしですね、A1、えー、という文字を使ってよければ、それはここに T1 を入れて終わりなんです。ところがね、えー、問いにはですね、計算は V0 とか T1 とか T2 を使って進めなさいと言っているので、この A1、これは使っていい文字には入っていないんですね。そうすると、A1、えー、のところをですね、このグラフの傾きに置き換えて、計算をするというのが一つの方法になります。 もしくはね、君たち中学校でこの速度のグラフを積分する、すなわちグラフ面積を求めれば1になるということを知っていますよね。なので、この三角形の面積で計算してもいいかなと思います。そうすると使用していい文字、V0 と T1 で時刻 T1 のバスの位置がわかります。いいかなはい。このようにグラフ活用できるときにはどんどん活用してください。結構視覚的にわかりやすいですからね。グラフは かなりおすすめになります。はい。さあ、これで準備 OK。あとは、えー、条件を確認すると、えー、この時間帯は速度、これがずっと一定の V0 なんですね。えー、これが与えられているということになります。で、もちろん、えー、加速度を知りたければ時間で微分するので、X ダブルドットは0になりますね。つまり等速運動と。えー、一方、我々が知りたいのは1なんですね。ということは、これを積分します。 ままずこちら側はドットが取れますねそしてこの定数 v0 を時間 t で積分すると V0T プラス積分定数 C になりますよねあとは時刻 t の時にこの x がこの値になるようにこのコンスタントを決めてそして答えにしてほしいんですそれで全然問題ないんですけれども若干今回この積分定数を決めるのがめどくさいよねそこでおすすめの方法があります 今回は時刻 t1 の初期条件が与えられていての時間積分だったので、この不定積分ですね。これをこうするといいんですけれども。どうですかこれを t で積分するときに t1 の初期条件が分かっているんだから、不定積分の形はこうするといいですよと言っておきます。そして、あとはですね、このコンスタントを決めますが、 時刻 t1 の時に、えー、ここはコンスタントになってしまいますよね。それがこの値でなければいけない。ということは、このコンスタントはこれをそのまま書き出せばいいということになります。まあ、めちゃくちゃ計算が楽になるわけですね。あとはこれを整理します。はい。いいかな。これが時刻 t の 1x ですね。もちろん、えー、この式はこの時間帯で成立をする式ということになります。で、問いにはですね、 時刻 t2 までのバスの移動距離 x。これを知りたいと言ってるんですね。特にそれを xb と書くんだそうです。で、使っていい文字は v0、t1、t2 ということになれば、まあ、ここに t2 を入れれば良いということになりますね。はい。これが答えになります。もちろん、それはこのグラフ面積でも計算ができると。そして最後の時間帯の運動ですね。はい。 えー、t2 から t3 の時間帯に関しては条件は加速度が一定の A2 と与えられていますそしてこの a2 とかあるいは xbv0t2 を用いて、えー、x を t の関数として表せと言ってますからこれを積分をしていきま,すまず1回積分すると速度になりますが今回いいですか時刻 t2 の速度を知っているので不定積分はこの形がおすすめです。 で、時刻 t2 の速度は v0 ですね。そうすると、この積分定数 c は v0 と決まります。いいかなで、もう一回時間で積分して、今度は時刻 t の位置を出しますが、やはりですね、えー、時刻 t2 までの移動距離 x が xb と分かっている。しかもこれ、使っていい文字になってますね。そうすると、この不定積分は、この形がおすすめなんです。 い,いですね、はい、そしてこの積分定数 c を決めますけれども時刻 t 2の時この値はコンスタントになってしまいますねその時の値が xb でなければいけないのでコンスタントは xb と決まりますいいですねこれねこのテクニックを使わないとかなり大変な作業になりますと4これはですね定流所間の距離 x2 を求めるという問題で もしですね、A2 とかね、あるいは XB という文字を使っていいんであれば、ここに T3 というものを入れて答えになるんですね。しかし、指定文字がですね、V0、T1、T2、T3 と、こう書いてありますから、そうすると A2 はですね、このグラフの傾きに置き換えなければいけない。XB は先ほどの計算結果に置き換えなければいけない。まあ、面倒ですね。そこでこれはもう、グラフ面積を計算すると。 いうことがおすすめになりますこの四角形の面積を求めて答えですね。それでは問い後はですね、位置と時間のグラフを描き出す問題になります。まあ、すでにですね、最初の時間帯の x と t の関係を求まってますね。これは二次曲線を描くということになります。ポイントはですね、時刻0の接線の傾きが0でなければいけません。はい。次の時間帯は、 x と t は一時式で結ばれますから直線を書きます。ポイントとしてはですね、まず位置と時間のグラフは必ず連続になりますね。不連続っていうことになると、まあそれはワープというね、えー、漫画のような現象になりますからそれは起こらないということ。それから、えー、必ずですね、滑らかに接続します。カクッと折れ曲がるようなグラフは絶対に書かないでください。えー、具体的にはですね、えー、この時刻 t1 におけるこのグラフの接線と、 このグラフの接線は共通ということです。ですね。はい。えさらに t2 から t3 の時間帯は x と t は二次式で結ばれました。二次曲線を書きますね。えかつ先ほどと同じようにえ連続で、かつ、えー、この時刻 t におけるこいつとこいつの接線は共通です。それから最後に止まるわけですね。だからこの時刻 t3 におけるグラフの接線の傾きはゼロ まあそのような二次曲線を書かなければいけません。いいかなつまりここがグラフの極大ということになりますね。はい。繰り返しになりますが、ここは接線共通です。ここも接線共通です。グラフは必ず連続なグラフを書いてくださいね。今回の問題を通して学んでほしいのは、加速度、あるいは速度が与えられて位置をどのように求めるか、その方法論ですね。 多くの高校生はだいたい公式を使って計算をすると考えられますが、今回は積分を使って計算をしてみせました。また、計算過程でですね、積分定数 C を決めるという作業が出てきます。この C をいかにスムースに設定をするかということが一つ大事なポイントになります。一、まあ、つの考え方としてね、この例題を参考にしてほしいんですね。